パパナイスゲーム井上です。ガンダムブレイカーモバイルやっていこうと思います。今回はおまけのコーナーです。皆さんですね、プレミアムベレット、交換しておりますでしょうか。気づいてる方はね、もう気づいてらっしゃるんじゃないかなというところで、紹介していきたいと思うんですけれども、私はですね、本日気づきました。全く鈍感でね、どうしようもないんですけれども、これね、気づいてる人気づいてるんでしょうね。早速いきます。はい、こちらがね、プレミアムベレットの交換場所になるんですけれども、このね、このバー、右の一番端にあるバーをね、一番下にやってみてください。なんとですね、AI パイロット交換が可能になっております。これは気づかなかったですね。いつからでしょうか。正直全然ノーマークでしたね。しかもね、プリペンダーウィンドまで、交換することができます。こちらの方がですね、2月10日の10時まで、交換可能になってますので、皆さんですね、十分に、そうですね、迷って決めることができると思います。これはでかいですね。AI パイロットの交換チケット本当に手に入りにくいんで、むしろね、この普通のガンプラパーツに比べるとはるかに価値が高い。これを知ってるか知ってないかでは運命の差なんじゃないかなというところで、知らない方にね、伝われば最高だなと個人的には思っております。私もね、たまたまこの右のね、バーをね、間違えてビュッてやって、ああ間違えたって思ったら、とんでもない発見をしたなっていうところで、本当になんか天然なところをバレちゃってるんじゃないかなっていうね、心配もあるんですけれども、こちらでね、AI パイロットの方欲しいのどんどんね、手に入れていただければと思います。13個ありますので、あと3つかな、3つ手に入るんじゃないかなっていう、今回特別にそうですね、2枠あるんじゃないかなと予想されますので、ぜひ活かしてみてください。これね、知らなくてね、こうスタンダードガシャチケットとかに使っちゃうっていう人とかもいらっしゃると思いますし、スキップチケットとかに使っちゃってもね、もったいないと思うんで、ぜひね、この場下までスクロールしてみてください。以上、井上 TV ショー、今回はガンダムブレイカーモバイル、プレミアムペレットの秘密でした。ご視聴最後までありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイ。